それでは記者の皆様お待たせいたしました。ただいまから党大会終了を受けての、党代表、神奈川の記者会見をさせていただきたいと思います。本日、申し訳ありませんが、後の日程の都合もありまして、15分程度という時間を限らせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いをしたいと思います。まず代表から一言ございます。今日は党大会、取材の集まりを示して、大変ありがとうございます。今年の党大会、昨日第いくつかの会議を重ねて、終了いたしました。まあ、私としてはこの間、やや民主党に対する、ある種のバッシングのような雰囲気の中で、自信をお互いに、やや失いかけていたというように思いましたので、そうじゃないんだと、私たちがこの1年半やってきたことは大筋において間違っていなかったし、来年度の予算に盛り込んだことは大いに国民の皆さんに伝えれば理解をいただけるんだ、そのことを中心にそれぞれの会議などで申し上げてまいりました。私が感じたところでは、多くの仲間の皆さんが厳しい中にもそうだなと、しっかりと言うべきことを伝えていけば、そうした道が開けるのではないかと、そういう認識をいただいたように、感じたところであります。同時に、党全体として、例えば候補のあり方党を含めてですね、ややもそれは野党時代というのは時の政権を批判をする立場でありましたので、ある意味党としていろいろなことを文書にすることができやすいというとちょっと語弊がありますが、十分可能であったわけでありますが、政権と与党になった民主党としては、どういったことをやっているのかという内容については主に内閣でやっておりますので、必ずしも党の方に、そうした説明のあり方などが十分に伝えきれておりませんでした。そういった反省も含めてですね、これから全力を挙げて、ちょうど予算審議と並行して、統一地方選の準備が進むわけでありますので、この場でも申し上げた、例えば待機児童ゼロ作戦とか、あるいは新卒者雇用の特別チームとか、